ピカンテダ・ベーラバイシャはポルトガルで生産される羊やヤギの乳を原料としたチーズ。セミハードタイプに分類されるが中身はしっとりしている。ピカンテとは辛い、スパイシーという意味であり、実際に辛みが感じられる。ベーラバイシャは口実の通り地名である。1996年に EU の原産地名称保護制度における P d o 認定を受けている。 登録名称としては、ケージ状ダベラバイラシャのチーズの意であり、これに含まれる三つのチーズのうちの一つ。三つとはすなわち、カステロブランコ、アマレロダベラバイラ媒者及び、本校のピカンテダベラバイラシャである。ピカンテダベラバイラシャは、羊の乳だけでなく、単体あるいは混合で、ヤギの乳を用いる。つまり、羊乳100%もあれば、ヤギ乳100%、そして、 両者の混合という三タイプが存在する。いつ頃までかは明らかにされていないが、昔は藁の上で熟成させていたという。ありがとうございます。